魔力を集中させる。
そこだ、行け。魔力を集中させる。魔力を集中させる。
そこだ、行け。剣学の英知をここに。大丈夫かい？剣学の英知をここに。
ぶっ飛ばしてやる。治癒なら任せてくれ。剣学の英知をここに。魔力を集中させる。そこだ、行け。
ここはヨカフイ族の遺跡と聞いていたけれど、この発光する奇妙な石材も彼らの文明の産物なのかしら。いや、こんなものこれまで一度も見たことがない。だとしたら、さらに古い時代の文明のものということ？まさかまた古代アラグ帝国絡みじゃないでしょうね。詳しく調べてみないことには断定できないが、見た限りではアラグの魔化学とは別系統のように思う。黄金の光、まさかあそこが。向こうに何か見えるけど、どうやって渡ればいいんだ？これで渡れそうだな。よし、行ってみようぜ。見て、あの扉を覆っているのはシャーレアン製の封印機構よ。どうやったら開けられるんだ？こっちに来てくれ。ウクラマト、ここに石板をはめてみてくれないか？さすがアルフィノだぜ。
ここが黄金鏡なのか。どうかしら。ヨカフイ族たちが見たという夢の光景とは似ても似つかないように思えるけれど。よくぞここまでたどり着いた。見事継承の儀をやり遂げたな、ラマチオ。じゃあやっぱりあれが黄金鏡への扉なんだな。私ら最後までやり遂げることができたんだ。喜びよりも疑問が上回ってるって様子だな。見たことのない石材といい、これまで旅してきたトラル大陸となんだか結びつかなくって。あの扉の向こうにあるものは黄金鏡とは一体。疑問はもっともだが、ただ一つ確かなのは、この扉の向こうに伝説の黄金鏡が広がっているということだ。今は訳あって開くことはできないがな。黄金鏡とは何なのか、なぜ隠しているのか、そしてガラフ・バルデシオンに依頼した調査の内容。継承式の後、ラマチには全てを話そう。その後、真実をどう扱うかはお前が決めればよい。何にしても黄金鏡は実在する。随分遅くなったが、ここまで来たぞ。さあトライオラへ帰るぞ。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.